どうも、白井氏、リノリドエス。はい、今日はですね、はい、もうなんかもう日頃忙しくてですね、まあ、普通の買い物をしているわけですが、普通の買い物が溜まってきたので普通に開封しても面白くないので、動画の方でテンションを上げながら開封動画をしていくおじさん開封動画です。はい、こんな感じで、まあ、ぼちぼち、買い物したものがね、溜まっていっているので、こちらの方をね、どんどん開封していきたいと思います。はい、ちょっと大きいこいつからちょっともう、私ね、今回ちょっと偏っております。ちょっとね、私買わなければいけないというものをね、中心にやっておりますので、こちらの方から参りましょう。もうこの重さで分かります。この重さはあれでございます。私ね、あのサブチャンネルの方ではこう現在進行形のダイエットの方の報告をしておりますが、今日27日目ですが、5キロ痩せました。5キロ痩せております。毎月4キロのダイエットを公言しておりますが、もう27日目で5キロ達成しております。はい、これですね、ダイエットに必要。僕ね、体重も気にしてますが、綺麗に痩せるということを目標にしてます。ということは何が必要ですか？そうなんです、こちら、はい、プロテインでございます。プロテイン、はい、ね、最初ザバス買ったんですよ。ザバスを2回買って、やっぱね、ちょっとこうコストがかかるので、このプロテインね、めちゃくちゃ3キロ入ってて、何本だったっけ、7,000-8,000円です。で、この前アマゾンの あの安い、期間があったので、その時にこれ5,000円ぐらいで買いました。ちょっと違う味を買いました。今はね、まあでもね、これ何味だろう、これはカフェオレ味かな。で、今飲んでるチョコ味かな。まあなぜそのまずくはないんでね、あの本当に小腹が減った時とかでも飲めるし、まあ、ダイエットってやっぱカロリー計算とかがすごい大変なんですね。 PFC バランスとかね、三大栄養素をこう綺麗に取っていかなきゃいけないんで、僕は炭水化物と脂質を抑えながらタンパク質を上げていきたいので、これはまあもちろんカロリー少ない、まあ人工甘味料あるんですけど、賛否ありますが、基本的にプロテイン、体にはすごくいいものなので、これを計算しながら取るんですけど、これ取ってもカロリーは少ないから他のものが食べれるね。やっぱりプロテイン取ろうとすると炭水化物も脂質もね、どうしても取っちゃうから、じゃあこれはこれでね、おやつ代わりにもなるし、綺麗なねボディラインが作れるということで、プロテイン、疲れもねだいぶ軽減されるということで、今もう本当27日目ですけど、愛飲ねしております。はい、さあどんどん行こう。これ行きましょうか。これは何かと尋ねたら、あー、はい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 、こちらです。はい、保護フィルター、保護フィルターでございます。49ミリの保護フィルター。これ多分マクロレンズ、安いソニーのマクロレンズを買ったんですね。これね、これの保護フィルターがこうないので買いましたね。これにつけるものでございます。つけとこか。はい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 、この前ミュージックビデオ撮ったんですが、もうその時もフィルターなし、これ届いてたんですけども、開けずにそのまま撮っちゃったな。こういうの大事です。やっぱレンズにね、傷がいっちゃうと良くないんで、もうあんま気にせずこうつけちゃいますね。はい、つきました。はい、保護フィルターを買ったの世の巻。はい、コンプリート。はい、じゃあこちら行きましょう。これも分かってんだよ、2つとも。これも僕にとっては大事なものになってくるでしょう。さあこれよ、これ、こちらもかな、こちらもかな。はい、出ました、出ましたよ、出ました、2024年版 You Can
介護福祉シリーズね。こちらはクエスチョンバンクの介護福祉士、これね、国家試験問題解説、こちら、はい、何を隠そう、私ですね、介護士でございます。小規模多機能というね、介護サービスの事業所のですね、責任者、主任をさせていただいておるんですが、私、働いている誰よりも経験が少ないでございます。ようやく3年経ちました。そして、試験を受けれる資格ができましたので、いよいよ、で、その責任者しながらよ、その、お前介護福祉じゃないのかよという状況が、ようやく、終わるわけですね。ようやく受けれます。もうね、実践者研修とかそういう受けれる、3年未満のものは受け切っていて、ようやく3年経ったので、そもそもは介護福祉士になれますね。ただ受かるかどうか分かんないから、実践的に今ケアマネの手伝いしたり、請求業務とか家族さん対応してるから、現場でいろんな介護の介護保険のこととかいろいろこう駆使してますが、テストとなると分かんないからね。まあ、介護福祉士7割の方は受かるので、まあ基本もう最近ネットで過去問しとけばいけるよっていう時代ですが、一応僕ね、形から入る、そして絶対落とせないということで買いました。はい、2ヶ月やろうかなと思ってるんです。1月なんで、テストが1月なんで、11月ぐらいからね、ちょいちょいこれやっていこうかなと思います。ドキドキして受けれるか、完璧受かるでしょっていう状態でテストを受けたいので買いました。今ね、ケアマネになるのは8年かかるんですね、最短でね。3年介護をして、その後に5年実務経験がないと、ケアマネさんにならない。こういうその経験年数っていうのって、まあ必要なんだろうけど、なんかちょっとこう8年っていうのはちょっとベラボーに長くないかなって最近ちょっとすごい思ってますね。8年必要かなみたいな。だってやる気がある人、8年継続できるかって思うとね、どうかなと思うし、まあ僕ケアマネを取るっていう気持ちがあるわけじゃないんですけど、なんか8年ってすげえなーってね。何でも3年でいいんじゃないですか。例えば介護福祉士になって実務経験2年とかでもね、そういったらもう 現場に5年経ってるわけですから、なんかやっぱ高齢者の方増えてきてるんで、ケアマネさん不足がすごい叫ばれてるし、そのケアマネの試験でさえもう今1割2割ぐらいしかテスト合格できないんですよね。狭き門なんです。だからちょっと8年っていうのは予防にかかりすぎなんじゃないかなと思っています。はい、というわけで1月のテストに向けて本買ったよ、参考書買ったよってことですね。はい、じゃあ次行きましょう。さあ、これいきますよ。ちょっとね、テンションね、マジで上がるのは最後に撮ってます。今のところはね、もうね、買わなければならないものシリーズになってますが、これなんだろう。あ、はい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 、こちらでございます。はい、エレキのギターへの弦でございます。はい、いよいよ僕のね、もう何年、2年前ぐらいに組んだオッドストレンジというバンド動き出します。新曲もできました。それをですね、今日、本当今日よ、今日飲み会があるんですけど、また久々に集まって、もう何年もスタジオ入ってない、今年こそは今年こそはというおじさん3人組、ようやく動き出します。そのために、エレキの弦を買いました。これも本気ですね、白石さん、これ本気です。ちょっとね、いい曲できたので3人でゆっくり仕上げて皆さんに、ね、お届けできる日が来ると思いますので、よかったら楽しみにしていてください。そのための弦でございます。はい、アコギじゃないよ、エレキ持って久々にバンドするんだね、白石さん、ということでございます。はい、さて、はい、これですね、次、はい、行きましょう。よいしょ、はい、おー、結構なんかいろいろ入ってる、なんだろう。はい、なんだこれ、アイソーです。ダイエット食品、まずはノンオイルチキンカレーでございます。これ脂質ゼロのチキンカレー、めちゃくちゃ良くないですか。ダイエットに夢中よ、マジで。ダイエットに夢中、見てね、エネルギーも少ない、62カロリー、脂質ゼロ、常温でもいけると、まあ、チンするけども、これの12袋入りですね、ゲットですね。美味しく痩せたい、私、美味しく痩せたい、もうダイエット終わりがないですからね、美味しく痩せたいですね。で、1パック150カロリーの万能ご飯とこれ合わせても、カレーライス食べて240カロリーしかいけませんからね。はい、
次もう一個、これはもうダイエット食品ではないです。ただただ、まあ、ダイエット食品のつもりでは買っていますが、こちらチリトマトのカップヌードル。これね、高タンパクなんですね。低糖質高タンパクでございます。こちらの方も美味しいですよね。まあ普通のこのパターンのやつ美味しいんですけどね、シーフードもあの普通のやつも美味しいんだけども、でも辛いのが好きなので、こちらね、ね、高タンパク低糖質ね、これもいろいろね、こう罠が仕掛けられてるんですね、この成分表というのも。まあそれも気にしながらなんですが、うん、低糖質っつってもね 18g 入ってるし、あの糖質が少ないだけで炭水化物としてはやっぱ 40g ぐらい入ってるからね、ダイエット食ではないんですが、まあタンパク質は取れるよと、まあ置き換えはできますよってことですね。普通のラーメンよりかはいいですよということでしょう。まだ1個入ってるね、これね、これはまあいいでしょう。買わなければいけないシリーズのやつですね、乳液化粧水がね、オールインワンのやつですね、メンズ用のやつです。はい、すぐなくなっちゃったんでこれ買いました。なんかでもプロテイン始めて、これじゃなくてね、正直プロテインと運動、カレー運動、そしてまあ栄養バランスを考え出して、まあ、タンパク質を多めに過度に取ってるんですけど、出来物減ったわマジで。塩分はね結構多いんですよ、相変わらず多いんですけど、なんかすごいいつもここに何かがいつもできてた人なんだけど、できなくなった。うん、それがタンパク質のおかげなのか、ウォーキングのおかげなのか、食事を少し制限してるおかげなのか、まあ全部かなっていうのがね、総合してこう吹き出物が減ったんじゃないかなっていうイメージがありますね。はい、こちら買いました。さあこっからはしまっていこう、テンションが上がるからしまっていこう。はい、ここからはナチュラルにテンションが上がるやつやっていきたいと思う。はい、ようやく届きました。もう寒くなってきてんじゃんということなんですが、まだね着れるかなという代物でございます。着れるかなと言っている時点でわかると思うんですが、えい、これ何と思う？かわいい。そうなの、こちらね、はい、かわいいの、すげー可愛くないですかこれ、すげー可愛くないですか、ロゴも可愛いんだよね。これいいのよ、買っちゃった、フード付き。これパーカーです。モノクロっていうブランドですね。モノクロっていうブランドのパーカーを買いました。これでももう寒くなるな、ギリだったな。着ているとこうドンしますね。お、良くないですか？かわいい。かわいくないですか？どう？かわいくない？ね、いい感じじゃない？いい感じじゃない？これ。お、あったかい。いけるな、案外。お、袖短い？大丈夫。袖短い？大丈夫。うん、かわいい。いいねー。テンション上がりました。はい、次ですね、はい、我らがワークマンでございます。我らがワークマン、こちら買いました。ででん、いいね、いいね、これ物がめちゃくちゃいいのよ。なんとこちら1500円でございます。やばくないですか、これやばくないですか。ポンしますね、また今から来たやつポンします。はい、ポン。お、いい感じ、もう、それ通った瞬間にいい感じってわかる。ほら、良くない、良くない、普通だけど、普通だけどいいのよ。1500円ですよこれ、良くない、いいね、いい、いいよ、物がいい。そしてもう一丁ワークマン、これ雨の日でも着れるという、ワークマンのファインドアウトっていうシリーズのものでございますね。ファインドアウト、ロゴがちょっと分かりづらいんだけど、それまたいいんだよ。もう真っ黒ね。で、これテラテラが入ってて、これあったかいし、もし突然の雨が吹いても大丈夫、めっちゃいいのよ。じゃあさっきのパーカーと合わせてスポンしますね。性能ポン、これはちょっとあったかそうだな。おお、この襟がいいらしい、これ、これ、おお、
でかい。お、いいんじゃない、オーバーサイズで。どうす、おシャンティー、ワークマンシャンティー男登場の巻ですかこれ。どう、どうです、いい感じ、悪くない。あ、でもさっきのパーカーはマジ良かったな。こう締めるとどうなる。いいじゃん、いいじゃん、作業員っぽくて。いい、シンプルイズベスト。さっきのパーカー着てみよう。さっきのパーカーを開けたらどうなるか。ああ、やっぱこっちおしゃれだな。いいね、このロゴは可愛い。いいじゃん、質感的になんか一緒だな。そういうとこでしょ、僕好きなものが偏りがちっていうのがありますけど、かわいい、いいんじゃないこれ。おう、おしゃれ、シャンティシャンティというわけで、今日はあまりそれはもういつもと違って大買いしてませんが、ナチュラルに最終形態的には服がテンション上がるね。安いんですよ、でも安いものだけど、こういいものを、自分が好きなものを買いたいというね、男のロマンでございますでしょうか。まあ男のロマンということで、ナチュラルに本当に需要があるかどうかいつも分かりませんが、今日も開封動画に付き合っていただきありがとうございました。